もお疲れ様でした。東京に戻ってきました。ただいまでございます。疲れた。このさ、この移動がしんどいよ、ちょっと。足腰が弱くてね。新幹線もさ、最近むっちゃ人多いねんな。なんでやろ、謎。ほんで、家帰ってきて1時間ぐらいちょっとゴロゴロしちゃって、うわ、もうお腹空いたってなって、食料到着しようと思って、マクドに行ってきました。マクドでなんかちょっと買ってきた。なんか帰ってきてさ、やることはいっぱいあんねんけどさ、なんか、はーって、なんか、わかるよ、この、はーって、動かんみたいな。なんか、やる気喪失しちゃって、謎に。なんか、寂しいと思ってさ、コカ・コーラゼロ。あー、うまっ。これから食べよう。この、視聴者さんがおすすめしてくれたんですよ。このパッケージが可愛いって言って、ストロベリー&コアクッキーみたいなやつ。こんな感じです。なんか、クリスマス仕様のさ、商品とかが増えてきて、むっちゃ可愛いから、この時期大好きなんで。うわ、いい匂い。見て。美味しそう、いただきます。なんかもう何もやる気起きへんくて、とりあえずお腹が空いたのでマクドに行きましたっていう感じ今。うん、うん。私部屋をさ片付けた記憶なくて、うわ絶対家汚いわ今みたいな、帰ってくる前思っててんけど、部屋入ってみたら綺麗、フレッシュ。なんか帰省から帰ってきた時に部屋が綺麗かったらなんか嬉しいよな。汚かったらむっちゃ悩んのよな。なんかめっちゃ美味しい。これもう一個キャラメルみたいなのがあったんですけど、今日はなんかこれの気分やったのでこっちを選びました。美味しい。帰省は5日間ぐらい行ってたんかな。あっち行ってても仕事してるし編集してるし、ここにおることとやることは変わらないんですけど、けど1日休み取って遊びますってゆっくりしました。で友達となんかちょっといいところのお寿司屋さんに行ったんですけど、めっちゃ美味しくて、蛇腹っていうの？お寿司があるねやんか。もうむっちゃ美味しかったん。もうそれが忘れられへんくて、ちょっと味は忘れてしまったんですけど、どんな味だったかなと思って。帰省とかもさ、旅行とかもそうやけどさ、帰ってきた日にはもうさ、また日常に戻るんかーっつって、その楽しみのために頑張ろうとも思うねんけど、なかなかそんなうまいこといかんよね。あっ、私ポテトも買ったんや。ポテトとご飯バーガーも買いました。ご飯バーガー初めてなんよな、私。待って、今最高なことしようとしてる。おいしい。不意にさ、この一人暮らしの寂しさって襲ってこん？なんか普段は全然、むしろ一人暮らし最高みたいな感じで思ってんねんけど、なんか不意に来んのよな、なんか。ああ、寂しい。みたいな。ちょっと寂しすぎて帰ってきて何もできんかったもんな。ねちょねちょやん。何これ、ご飯カルビってこんな、すごい、見て見えますか、もうカルビが溢れ出してんねんけど、すごっ、どうやって食べるんこれ。うわやばい、初ご飯カルビ、おいしそう。まっ、えっ、おいしい。私マクド行きたい欲の波みたいなのがあって、期間期間があったらもう全然マクドええわぐらいやねんけど、一回行ったら「え、美味しい」ってなって結構連続して行っちゃうよな。今それやねんけど、うん、ガチのご飯。うん、うん、ごちそうさまでした。最近さ、美術館とかミュージアムとかに行きたい欲出てきて、そういうのを求め出した。なんか心に癒しようって感じの。でもなんか疲れてる時ってさ、そういうとこ行きたくなるような。なんか明日から普通に仕事もあって、また夜勤も始まってとかするんかってなったら、苦なんか母親がさ、また入院してちょっと結構あれだったんですけど、やっと峠越えて退院がちょっと見えてきたかなぐらいらしいねやんか。もうさ、結構入退院繰り返してるから、でメンタルの消費もえぐいやんか。なんかもうそれも心配やし、でもさ、自分もいつ病気になるか分からへんやん。将来ああいうことしたいな、こういうことしたいなとか考えるけど、健康じゃなかったらそれすらもできんかったりするやんか。だから、まあ、健康が一番やなって。この前さ、なんかもうあまりにもしんどすぎてというか、もう疲れすぎて体が動かへんくて、ちょっと無理やみたいな。なんかバタバタしてるとさ、なんか自分が無理してたりとか苦しいって思ってることに気づかへんかったりするやん。それを見て見ぬふりしとって、この前限界が来て、ちょっと今日は休みますってなった時があってんな。だから母親のそれもあったし、その経験もあってさ、健康が一番やなって
元気でおろうみんなって今住んでる東京も大好きやし、昔住んでた兵庫県も好きやから、兵庫県尼崎も好きやから、どっちの方が好きとかはないねんけど、でもやっぱり帰省すると、特に誰と会うわけでもないけど、なんかそこの場所に帰ったらなんか安心するみたいなことない？うわー、見慣れた景色安心するってでもその代わり東京来たら気合入るから、よし頑張ろうってなんねんけど、両方大事な街って感じ。うまっ。ごはんバーガーめっちゃ美味しかったんけど、初めて食べた。帰省の後めんどくさいのってさ、あのキャリーバッグの中身の整理じゃない？ちょ見てや。うわっ、コーラが落ちました。はいはいはい、ごめんなさいね。ちょっと汚くて湿気って感じなんですけど、キャリーバッグが入ってきた玄関のところに置きっぱなしにされております。そしてその下にはチラシが置きっぱなしにされていて、その奥には靴がたくさん置いてあります。そして電気もつけっぱなし。最悪。はーい、かわいいねー。なんかさ、電気つけっぱなしやったらさ、原因が自分しかおらんやん。ちょっと悲しくならへん？なんか昔実家におる時ってさ、パパーとかなんかちょっとなんか罪のなすりつけとかできてたんやけど、今さ電気ついてたらうちしかないやん原因。なるってなって、じゃあ悔やまれるよな。ちょっと寂しくならん？なんで毎回毎回こんなキャリーバッグの中の荷物が多いのって聞きたいねんけど、これ多分数週間後もこのままやと思うねんな。必要なものからどんどん取られていって、あかんよな、ほんまに。ほんまにあかんねん。分かってんねん。やばい、ポテトが止まらん。うまっ。でもさ、今回ちょっと服少なめに持ってってんやんか今回服少なめに持ってっていいやんか。やねんけど、冬服ってむっちゃかさばるからパンパンなっちゃった。うん、これもかった。なんかもうどこまで頑張ればいいんやろうなみたいな時ない？いつまで続くんやろこれみたいな。なんかその病院代を稼ぐために夜勤をしますってなった時に、もう全然別にオッケーオッケー大丈夫ですみたいな感じやったよ。うちはもっとこう一人の時間を、遊ぶ時間とかをなくして、その分夜勤入れば全然負担じゃないし全然頑張れんでみたいな感じやってんやん。やねんけど、なんか不意になんかもうめっちゃ行きたくないみたいな今日夜勤かみたいな時あんねん。いや、もうなんかむっちゃ足重いみたいな。もうなんか他人の人の足私今ついてるぐらいのむっちゃ重い、動かんみたいな時がたまにあるんですよ。なんかどこまで頑張ればいいんやろみたいな、どうやったら自分の夢とか目標とか達成できるのとか。しかもこういう時に限って結構周りの人のさ、やってることとかが見えてきて、なんか周りで自分のやりたいことやってこうキラキラしてる人とかが見たら、はあるやん。なんか自己嫌悪じゃないけどさ、普段は絶対せえへんけど、なんか他の人と比べちゃう時もあんねやんか。わかる？なんか無感情で涙出てくるみたいな。やみすぎたまにやで。これもずっとあるわけじゃなくて、たまにあったりとかすんねん。あ、悲しいなって思うけど、まあ、とはいえせっかくさ、こう生きてきたわけで、私たち生きてきたわけやから、毎日笑ってたきやん、アホみたいに笑っときたいやんか、でっかい声で。だから毎日楽しもうって、よしって切り替えて頑張るんですけど、だから定期的にもう自分にご褒美をあげたりとかして自分の機嫌をとって頑張っていこう。みんな、あっという間に食べちゃった。今日は何の話をしたかったのかわかんないんですけど、寂しさ共有みたいなこんな日は早くお風呂に入って早く寝たら、明日多分意味わからんぐらいケロッとなってるから、明日も頑張っていきたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。あ、ちょっとお腹いっぱいなってるなあ。結構思った以上にお腹いっぱいなってんけど、帰省中むっちゃ食べた。ちなみに今毎日腹筋してるんですよ。でもそれが無駄になるんじゃないかなっていうぐらい意味わからんぐらい食べてきたので、帰省の時動画も回してないくせに。なのでちょっと明日から頑張っていきたいと思います。明日から、明日やろうはバカやろうってことなんですけど、まあまあ明日から頑張りますということで、また次の動画でね。バイバーイ。頑張ろうな。